ダイエットに効く運動を探してるんだけど、なかなか自分に合ったものが見つからないの。そこで君に相談があるんだけど、私のお願い聞いてくれない？やったー、話がわかる子で助かるわ。聖国学園にはアイドルに匹敵する美貌とスタイルを持つ女の子がいるって話を聞いたの。その子ならきっと理想のダイエット方法を知ってるに違いないわ。というわけで、その子がどんな部活でどんな運動をしているか調べてほしいってわけ。じゃあお願いね。奴らが異星人、何が俺たちと分かり合いたいだ。ふざけてやがる。くそ、気分が悪いぜ。何か皆さんとは久々に会ったかのように感じてしまいますが、今日も一日健やかに過ごしてまいりましょう。どうしたの？難しい顔して。ちょっと気になることがあって。清香が悩み事なんて珍しいね。そういえば一大寺君もどうしたんだろう。休んでるみたいだけど何か知ってる？過ぎ去った時間は巻き戻すことはできません。ですが、これから犯す過ちは止めることができるのです。止める？叫んな。やられたらやり返す。地球ではそれが常識なんだよ。みんな、ヤマト？清香か。どうした、清香？正直だいぶ迷った。あ、何が？ヤマトは隠しているんだろうけど、複雑な状況だってのもわかるけど、気になるし、はっきりと聞くね。ヤマトとアスナさんってどういう関係？は？無駄です。彼らは和平などに応じません。我々はもう後戻りができないところまで来ているのです。どんな状況であろうと、考えを改めやり直すことはできます。私たちは決して無知で愚かな種族ではないはずです。しかし女王は、異種族が分かり合えることはない、徹底的に叩くしかない、そうお考えです。私は我らシドルとテラーシュが共存し手を取り合える道があると信じています。アーシェム様、私には考えを曲げることはできません。そうですか。やはりあなたは母君の血を引いておられる。え？考えは違えど、目的に向かい突き進む意志と行動力にあふれている。あなたは人を率いる者の素養と強さを持っておられる。サーザント、このサーザントエブル、どこまでもアーシェム様に付き従うといたしましょう。ありがとう、サーザント。いえ、私は嬉しいのです。あなたのような人のおそばにつけてよかった。ですがアーシェム様、女王はそのような考えのあなたをお許しにはならないでしょう。そうですね。ならばこの私が母から女王の座を受け継ぐしかありません。
アーシェム様との連絡が途絶えました。ですが、ご心配には及びません。私が連れ戻してまいります。もうよい、破壊せよ。今なんと、アーシェムのいるシェルターを破壊せよと言ったのだ。ならばなおさら下級にアーシェム様を連れ戻さねば。わからぬのか、あやつがいるからこそ破壊するのだ。娘でありながら私に歯向かおうとしておる。どうかお考え直しください。私の命令に背くというのだな。そもそも私は剣など好きではないのだ。なりませぬ。しっかりと習得せねば。それは女王様の言いつけゆえ。グリファースは母上のことは何でも聞くのだな。ふん。アーシム様の言うことも聞いているではありませんか。だが母上の方が優先されるのであろう。それはお許しください、アーシム様。アーシム様、あまりグリファースをいじめないでくださいませ。サーザント、グリファース目とこのサーザントは姫の忠実なるナイトにございますぞ。どのようなことが起ころうと、この命に代えて姫をお守りいたします。そうか、仕方あるまい。グリファース目は姫に幼少の頃よりお仕えしております。躊躇するのも無理はありません。ここは私めが適切な対処をいたしましょう。それは何だ。スキュラメタルを使用した新型攻撃銃を投入いたします。そうか、テラシにはあれに傷一つつけられぬであろうな。黒き破壊者はテラシを根こそぎ食い殺すでしょう。ならば、そなたに任せよ。はっ。アスナさんが変なストーカーにつきまとわれて相談に乗ってたら、袴田先生も出てきて投げ技で撃退する練習してたって。まあ、そんなとこ。さすがに無理があるか。そっか、なんだ、ヤマトとアスナさんを取り巻く修羅場かと思ったよ。え？あなたもパイロットに選ばれたみたいね。先輩にご挨拶は。先輩？笑わせないで。すぐに証明してみせる。あんたよりも私の方が上だってこと。へえ、面白い。どんくさい筋肉バカにパイロットのテクニカルなこととかわかんのかなって思って。筋肉バカ、じゃあ言うけど、どこかの腐れアイドルもどきさんにできるんだから余裕じゃないのかな。腐れアイドルもどきだと。こら、腐れてないんじゃい。こちとら17歳の新鮮ピチピチピーチなんじゃい。筋肉筋肉って言うほどねえから、勝手に筋肉イメージつけんじゃねえっての。霧島さん、どうしちゃったんだ。桃香さんがあんなに激しく切れるなんて。俺の中の二人の可愛いイメージが崩壊していく。騒がしいと思ったらあいつらか。あ、龍吾くん、あの二人を止めてよ。あり、あいつらの喧嘩に興味ねえし、俺用事あるんだわ。そんな。早く帰んねえと。母ちゃん最近気にしてるっぽいからな。
私のどこが腐れアイドル。おかえり、リュウゴ。今日は早かったみたいだね。あ、おう、すっげえ腹が減ってよ。最近帰りが遅いみたいだけど、なんか隠し事してないかい？そんなわけねえだろ。俺が母ちゃんに隠し事なんて。これはお守りだよ。死んだ父ちゃんからのプレゼントなんだ。もしお前が母ちゃんに言えない危険なことしているんなら、それを持っておきな。母ちゃん。いらっしゃい。いらっしゃいませ。アーシェム様、なぜこのようなところに？なんとなく。ご注文が決まりましたらお声をかけてください。おすすめは天丼です。肉を使っていない食べ物をくれ。ほう。ん？はぁ、清賀のやつやっと帰ったか。いっけねえ。そういやオブリビオンベイに来いって言われてたんだったか。
装タイプ確認、オールクリア。さて、暴れてやんぜ。あっはー、たくさん敵をやっつけてね。おい、負ける気がしねえぜ。暇はねえ。次はどっちだ。白くなりそうじゃねえか。やられたらやられた。それが常識なんだ。このペースでちゃっちゃと片付けるか。ミシェルクエル、今回のアイテムとっても素敵でしたわ。Rank up. New record. Epic. Thank you.
Mission start. 打ちかましてやるぜ。襲撃を受けている部隊のところに早く行きますわよ。急いでんだ。倒しがありそうだぞ。まさかこのままやられるかよ。勝ったぜ。さあ Epic ミッションクリア。これでいいのかよ。簡単だった。Rank up. New record. Epic.
Mission start. 邪魔する奴はぶっ倒す。今回の目的はドラクターの撃退ですわ。どんどん攻めていきましょう。気持ちいいぜ。次はどっちだ。このペースでちゃっちゃと片付けるか。
か出たぞ。こいつがメインディッシュみたいMission start.
待ってろよ、異星人ども。強すぎて眠くなっちまった。Rank up. New record.
Epic.